自分だけの最強の武器が欲しい。そんな時は自分で作っちゃおうということで、今回はオリジナル武器鉄球のカスタマイズをご紹介するぞ。用意するものはこちら。使い終わったランナー、100円ショップでも売っているピンポン玉、チェーン、フック、プラモデル用マーカー、ニッパーやカッター、そしてドライバーだ。まずピンポン玉にマーカーペンで色を塗っていこう。鉄球をイメージしてシルバーの色に仕上げてみたぞ。こんな感じ。ピンポン玉が鉄の塊に見えてきた。次に使い終わったランナーから適度なパーツを切り取ろう。トゲをイメージしながらニッパーなので形を整えていくぞ。長さや形は自分の好みに合わせて作ってみてくれ。トゲの部分にもマーカーペンで色を塗っていくぞ。今回はゴールドの色に塗ってみた。ここでピンポン玉にフックをつけていくぞ。こんな感じでネジを回していければ、ほら、これが鉄球とチェーンをつなぐ部分になるんだ。鉄球とチェーンをつないでいこう。先ほどつけたフックにチェーンをつないでいけば、ほら、鉄球チェーンができてきた。次に鉄球にトゲをつけていくぞ。トゲを刺したい部分にマーカーペンで印をつけて、印をつけたところにドライバーで穴を開けていこう。ここで慌てずにゆっくり鉄球を地面に固定させるなどしながら、ゆっくり穴を開けていってくれ。開けた穴に先ほど作ったトゲのパーツを差し込んでいこう。こんな感じで何本もトゲを差し込んでいけば、オリジナル鉄球チェーンの完成。余ったランナーや身の回りにあるものだけでこんなにかっこいい武器が作れる。じゃじゃーん。破壊王が持つと威圧感抜群だ。鉄球チェーンを投げつけるときっとこんな感じ。鉄球を引きずる後ろ姿もかっこいい。ちなみに鉄球部分は他の LBX の武器と合わせることもできるぞ。例えばアキレスランスと鉄球を合わせるとこんな感じ。自分で作り出せばオリジナル武器のパターンは無限大だ。いかがだったかな。破壊王にぴったり、オリジナル鉄球チェーンの作り方をご紹介したぞ。みんなも身の回りにあるもので LBX のカスタマイズを楽しもう。今回使ったのは LBX 破壊王。他の LBX と合わせてぜひチェックしてみてくれ。バンダイスピリッツ。